樋口ち夫は、大阪府出身の薬局経営者。樋口産業創業者、元社長、現会長。旧政史上縄手中学、大阪薬学専門学校卒。1945年陸軍軍医学校を経て、戦後、国立兵庫病院勤務。1947年、大阪市京橋にて、樋口薬局店を開業。その後1954年に、 樋口産業の前身となる、景品薬局を立ち上げ、薬、樋口の全国チェーン展開を進めるようになる。樋口は、この薬、樋口の全国チェーン展開を目標427点と掲げる。創業当時の日本には42,700件もの薬局があり、その1%に相当する427点を目指して、 本部と各地の薬局とのフランチャイズ契約を結ぶことによって全国展開を進めた。自らが像に乗って高らかにそれを宣言するコマーシャルメッセージが注目を集めた。この427点の目標は1980年に成就され、後に上一桁目の4を足し算の1と3に分解して目標1327点という新しい目標に 挑戦するようになった。この後、薬局のほか配置薬、旅行業、写真現像といった新規事業に進出し、近年のドラッグストアと呼ばれる薬局の経営の多角化を推進するようになった。現、樋口産業代表取締役、樋口俊一は長男である。ありがとうございます。